皆さんこんにちは。今回の動画、大名作の2、単行本発刊、各話ごとの内容を見ていきます。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は、高評価よろしくお願いします。それでは本編、最後までご覧ください。65話では64話から始まった大阪愛知埼玉の試合結果が判明。大阪で行われた駒大対大阪桐生、序盤は投手戦となっていましたが、中盤に駒大が先制。なんとか大阪桐生は反撃をし、一時は1点リードしていましたが、8、9回に駒大打線が全国3冠の意地を見せ、5対4でサヨナラ勝ちをしています。ちなみに先発した駒大本郷はこの試合6回3分の2、118球を投げ、被安打4、フォアボール2、奪三振7、失点2。愛知で行われた稲梨対聖鳳、この試合は稲梨成宮が5回84球を投げ、被安打5、無四球、奪三振8、無失点。6回からマウンドに上がった平野が3失点するも、攻撃では聖鳳ピッチャー国枝と赤西から点を取り、結果6対3で稲梨が勝利しています。埼玉では聖堂絡みの試合が2試合行われていました。聖堂対山賀。この試合聖堂はクリアと川島の継投で勝利。クリア7回94球を投げ、被安打3、フォアボール2、奪三振10、失点1。2試合目、聖堂対大東。この試合聖堂は先発川上が9回完投。9回125球を投げ、被安打7、フォアボール1、奪三振3、失点2。紅白戦を機に1軍に昇格した高津がバッティングでアピールし、結果8対2で聖堂が勝利しています。66話では練習試合の中では3本指に入るぐらいの名試合、聖堂対白龍戦が開幕。聖堂が対戦する白龍高校とは、簡単に言うと足に力を入れている高校。一塁のタイム 4.2 秒を超えると即交代。ちなみにこの試合、聖堂のスタメンはこちらになります。1番ショート倉持、2番セカンド春市、3番ライトシラス、4番キャッチャー三木、5番ファースト前園、6番レフトフリア、7番センター東条、8番サード金丸、9番ピッチャー沢村。予定通り沢村が先発。1回の表、沢村白龍先頭、九条に対して初球アウトコースへナンバーフォーを投じたところで66話が終了。67話では聖堂対白龍戦続き、聖堂先発沢村は4人のバッターと対戦。先頭九条に対して沢村2球目アウトコースへナンバーフォーを投じる。九条はこの打席センター返しをしようとしたが、手元で伸びてきたため振り遅れ、ショートゴロに終わっています。続く2番宮尾。宮尾はこの打席カット打法で粘り、最終的には高めに浮いたナンバーファイブを逃すことなくライト前ヒット。ワンアウトランナー1塁で3番美馬につなげる。沢村対美馬、1回目の対戦。この対戦は2球で決着。1球目はアウトローに外れワンボール。2球目アウトローに投げるも、白龍自慢の足を使った攻撃、ランエンドヒットでチャンスメイク。ワンアウトランナー2、3塁としました。聖堂はこのケースワンアウトランナー2、3塁ということもあり、聖堂は前進守備に変更。ちなみに白龍は足があるということもあり、ゴロゴーが箱の高校より成功率が高い。沢村対北王子、1回目の対戦。聖堂キャッチャーの三木は、こういった場面で沢村はどんなピッチングをするのか前から気になっていた。そして1球目インハイ投じたナンバーフォーがストライクに決まったところで67話が終了。68話では沢村対北王子、1回目の対戦の続き。ワンストライクからの2、3球目はナンバーフォーで攻めていき、2ストライク1ボール。そして4球目、バッターの北王子はど真ん中だと思ったが、インコースのナンバーセブンで空振り三振。三振した北王子はこのナンバーセブンを途中で消えたと表現しています。なおも2アウトランナーに3塁、打席には5番伊藤。沢村伊藤に対して全2球アウトコース。最終的にはセカンドゴロに終わり、3アウト。沢村主観のピンチを無失点でしのぎました。1回の裏、白龍先発の大野は右バッターの胸元をえぐるシュート、低めの制球力あるスライダー、こういったボールを使い聖堂のバッターと対戦。聖堂はこの回先頭倉持が初球攻撃し、右中間にツーベースヒット、ノーアウトランナー2塁。このケース打席には2番春一。ちなみにこの試合から本格的に春一を2番起用。3番には春帯で5番を務めていた白洲が入っています。69話では聖堂対白龍戦、1回の裏の続き。大野対春一、1回目の対戦。大野は春一に対して2球連続インコースのシュートを投じ、2ストライク取り込んでいましたが、2ストライク1ボールからの4球目、アウトローで投じたまっすぐをうまくさばかれ、2塁ランの倉持をホームへ返すタイムリーヒット。聖堂はこの回先制に成功。なおもノーアウトランナー2塁、打席には3番白洲。大野はここまで1、2番のヒットで失点していましたが、ここからは自身の力投や守備の助けもあり、先発4球の意地を見せ、69話が終了。3番シラスには初期インローのボールをさばかれるが、センター見間のスライディングキャッチもあり、ワンアウト。ワンアウトランナー2塁、打席には4番みゆき。白龍バッテリーはこのケース、1塁空いているがみゆきと勝負。1球目インコースへ投じ、ワンボール。2球目もインコースへ投じ、ファール。3球目アウトコースへ投じ、ツーストライク。そして4球目、みゆきは低めのスライダーや、もう1球アウトコースへのボールが来ると思ったが、インハイのまっすぐで空振り三振に終わっています。
70話では聖堂対白竜戦の続き、少し話が飛び3回の表から4回の表の内容まで流れていました。3回の表、沢村ノーアウトから1番九条に出塁され、打席には2番宮尾。このケースといえば聖堂バッテリーが白竜自慢の足を封じる、ワンストライクから2球目、一塁ランナー九条が盗塁を仕掛けるが、通常より 0.1 秒早かった沢村のクイック、また三幸の高送球で盗塁阻止。ちなみに沢村は九条が盗塁を仕掛ける前、足を自慢にしている高校が戦するぐらい様々な牽制パターンを披露。個人的にはこの牽制もあり、九条はいつもよりスタートが遅れたと思います。なお2番宮尾はナンバー5を引っ掛けセカンドゴロに割っています。ツーアウトランナーなし、打席には3番美馬。沢村対美馬2回目の対戦、美馬1打席目にヒット打っていましたが、この打席は沢村のナンバー4に苦戦、アウトインインライトフライに割っています。続く3回になると4回の表はあまり大きな出来事はなく、聖堂沢村、白竜王の両先発が好投し、スコアボードに0が刻み込まれています。71話では聖堂対白竜戦の続き、4回の裏から5回の裏の内容が描かれていました。70話同様、4回の裏から5回の裏にかけてもあまり大きな出来事はなかったが、強いて言うなら暴走してしまい3塁タッチアウトになったクリアのバッティングがえぐい、選抜4球のピッチャーから宇宙間へのフェンチョク。72話では聖堂対白竜戦の続き、6回の表がスタート。白竜はここまで沢村の前に5安打ということもあり、この回先頭2番宮尾から沢村対策でバットを長く持ちベースに立った。この対策を受けて聖堂キャッチャー三木は初球からインコース攻め、しかし2番宮尾は打つ瞬間オープンスタンスに変え、インコースに来たボールをうまくさばきライト前ヒット。ノーアウトランナー1塁で3番宮尾につなげていました。沢村対美馬3回目の対戦、この対戦72話では7球目を投げる前に終わっています。1球目アウトコースに投じたチェンジアップは枠を外れワンボール。ちなみに2球目から美馬はベースに立つのをやめ、今まで通りの立ち位置に戻った。2球目はナンバー4がアウトハイに決まりファール、3球目はナンバー3がインローに決まりファール、4球目アウトコースに投じたボールが枠を外れ2ボール、5球目はナンバー7がアウトハイに決まるもファール、6球目はインコースに投じたボールが枠を外れ3ボール、そして7球目沢村がナンバー11を投げる寸前で72話が終了。73話では聖堂対白竜戦6回の表完結、沢村対美馬3回目の対戦、沢村2-3からの7球目ナンバー11を投じるが未完成だったこともありベース手前でバウンド、つまりフォアボール。ノーアウトランナー1・2塁。続く4番北王子との対戦で沢村は初球アウトコースいっぱいに投げようとしたが少し内に入ってしまいライト前ヒット。このライト前で2塁ランナー宮尾はホーム生還すると思われたが、聖堂ライトしらすの好返球もあり同点阻止。ちなみにバッターの北王子は2塁まで進塁、ワンアウトランナー2・3塁。聖堂はこのケース0対1と1点リードしていることもあり内野は前進守備に変更。沢村対伊藤3回目の対戦、この対戦は4球で決着。伊藤は初球からセーフティースクイズを仕掛けてくるもアウトコースのナンバー4に苦戦しファール。2球目から伊藤はバットを短く持ち帰るが2ストライク1ボールからの4球目アウトローのチェンジアップで空振り三振。この回も沢村は無失点ピッチングをしました。74話では聖堂対白竜戦6回の裏がスタート。この回から聖堂は5回まで捨てていたスライダーを狙う作戦に変更。見事この作戦が的中。4番三幸が小野が投じたインローのスライダーを初球攻撃し2塁ランナー白洲が一気にホーム生還2対0。5番前園エンドラン、6番麻生タイムリー3対0。終盤戦に入る前に聖堂は3点差に広げることに成功。その後両先発が終盤戦でありますが無失点ピッチングをし7回の攻防を完結、8回の表に入る寸前で74話が終了。ちなみにこの74話では聖堂対日大桜井の2軍戦、奥村がキャッチャーとして初スタメン。この試合監督を務めた落合コーチは肩の強さ、安定した捕球、グラウンドでの統括力、将来的には東京を代表するキャッチャーになるかもしれないと奥村を評価。落合コーチは高校時代キャッチャーをしていたためピッチャー育成以外にもキャッチャー育成もうまいはず。一体落合コーチはキャッチャー陣に対してどんな指導法を取るのか楽しみ。以上今回は第2作と2単行本発刊各話ごとの内容を見ていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやってますのでフォローの方お待ちしております。